スティードは、ホンダ技研工業が製造を販売していたオートバイの車種シリーズ。スティードとは、英語で、馬、群馬を意味する。ホンダ初の本格的アメリカンとして開発され、発売より、約10年間でシリーズ累計8万台もの出荷を記録した、ベストセラーモデルである。400cc クラスと 600cc クラスの排気量が、ラインナップされたが、いずれも、 共通の車体を使用し、全高全長ともに、基本的に同一である。低振動化させたエンジンを、あえて先祖返りさせる、ハーレー・ダビッドソンのフォルムをなぞるといった、それまでのホンダが払ってきた努力を自ら否定する、動きに対し、一部のバイク批評家などから、疑問の声が上がったが、結果的に新たなジャンルを築いたこと、高性能すぎるバイクのアンチテーゼとして認められた。 ことから爆発的なヒットを収めた。日本のクルーザー中高の素という評価も得た。モデル末期には、より、ローフォルムのシャドウシリーズに移行する形で消滅している。1993年頃から急激に人気が出始め、アメリカンブームの影響もあり、400は年間売り上げでトップになったこともある。対する600の方は、 大型二輪免許の取得者のみが堪能できるものとして人気があった。なお、400のミッションは5速600は4速であるが、エンジンやシフト以外の基本設計は全て同じである。レプリカブームの1988年から1991年頃までは不人気車種であり、一時は生産終了の噂もあった。人気の要因として、バブル経済の崩壊。 マイナーチェンジなどとも言われていた。スティードがメディアに登場した例としては、トンネルズの生でダラダラ行かせて、において、石橋貴明が番組内で中型二輪免許を取得し、スティードでツーリングするコーナーがあった。400cc モデルでは NV400 のものをベースとし、ブロスプロダクト2のために新開発された NC25E を採用。ミッションは5段となる。 キャブレター仕様のシャドウ及び VRX ロードスターにおいて同じものが搭載されていた。600cc モデルではトランザルプ 600V に採用される PD-01E を採用。ミッションはワイドレンジの4段となる。ベースとなったモデルでは振動低減のために位相クランクが採用されたがアメリカンでは振動も味付けの一つとなるためスティードにおいては 同軸クランクが採用された。また、空冷エンジン風のフィンが装着された。マフラーは右側2本出しのテーパードタイプを標準装備。カスタム前とした美しいフォルムが人気を呼んだ。手前側に引き気味のティラーバー型ハンドルを装着していたが、400cc モデルに限りフラットバー型も選択可能。燃料タンクは当初9リットルの容量であったが、 あとに11リットルへと増加されている。スピードメーターはトップブリッジ上に装着され、タコメーター及び燃料系は装備されない。スティード VCL の登場に合わせ、従来モデルに VLX のサブネームが与えられた。これは、スティード600の北米輸出仕様である VT600、シャドウに与えられていた名称である。VCL は従来型のモデルの装備を簡略化して、 本体価格を3万円低減させたモデルである。標準装備されていたバックレストをオプション化、シート表皮をシンプルなソリッドタイプとした。後輪に V ツインマグナと同様のアルミ製ディッシュホイールを追加、リアフェンダーおよびテールランプ周りの変更をしたほか、大型のハンドルを採用するなど、力強さを強調した。1998年。 誕生10周年の節目に発売されたモデル。カスタム色を強めクラシカルな外見のスプリンガーフロントフォーク21インチの体型フロントタイヤを採用し、よりローダウン化が図られている。リアフェンダー周りは VSE と同一のものである。2002年のハイガス規制強化に際して VLS は生産を中止。VLX のみに ハイガス規制対応措置が施され、名称はアルファベット表記を用いないスピードに戻されている。これが最後のモデルチェンジとなり、同じ系列のエンジンを搭載するシャドウシリーズに吸収された。ありがとうございます。